浜西流郎11月23日隊は、熊本県熊本市出身でおいて風部屋所属の元、大相撲力士。本名は、高浜流郎。現役時代の体格は、身長180センチメートル、体重129キログラム。趣味は、音楽鑑賞、血液型は、大型。最高位は、東前頭11枚目。 2012年2月から2016年10月まで、春日山部屋の師匠を務めた。小学校時代は6年間柔道を行っていた、片わらで2歳年上の兄の影響で4年次から、相撲を始め、6年時には、ワンパク相撲全国大会に出場。中学3年時には、全国都道府県中学生相撲選手権で3位、入賞した。 熊本高大高等学校に入学した頃から、全国大会で頭角を表すようになり、選抜高校相撲宇佐大会3位、国民体育大会相撲競技3位、全日本相撲選手権大会出場などの実績を積んだ。兄の出身大学でもある、日本大学では、タミヤ・ケや加藤清彦らと共に活躍し、世界相撲選手権大会中両級3連覇など12個の、 タイトルを獲得した。稽古したくないという理由で、教職課程を収めていたという一面もあり、教員免許も在学中に取得した。大学卒業後は、九州電力への入社が内定していたが、タミヤや加藤が、各界入りしたことに触発されたため、内定を返上しておいて風部屋に入門し、1999年、3月場所に幕下付け出で、初土俵を踏んだ。以降、 順調に番付を上げていき、2000年7月場所に重量に昇進し子名を浜西樹へ改名。大学の先輩でもあり私生活でも信仰があった柳川信行は、ある日電車で高浜と話していた際に、師匠の先代、美保が関のジップである増山大志郎が若乗りとして使っていた子名浜西樹の話題を出したことがあり、幻滑儀のつもりで、 柳川が襲名を進めたという。数日後、仙台見穂が関は、見穂が関部屋ゆかりの仕込めであるにもかかわらず襲名を、あっさりと認めたという。2001年5月場所には、新入幕を果たした。四つ相撲で一時は幕内に定着しかけたが、2002年7月場所を最後に重量に陥落。重量に下がっていた2003年7月場所には、 右膝を故障して幕下まで陥落した。2004年1月22日の1月場所12日目に、日本大学の先輩である増スツとの取り組みに、叩き込みで破れた取り組みが無気力相撲であったとして、当時の九十審判部副部長と伊勢の海、観察委員長から増スツとと共に厳重注意を受けた。2005年11月場所から、嗜名を本名の高浜に戻した。 2006年11月場所は東幕下28枚目で全球したため、2007年1月場所では地震初の3段目に陥落、その場所も一番相撲の不先輩の後全球し、3月場所では68枚目まで番付を落とした。その後は3段目での勝ち越しや負け越しの状態が続いたが、2008年1月場所は6勝1敗と、 久々に好成績を上げ、3月場所において幕下に復帰した。2009年7月場所に、再び四個めを、浜西式に戻した。2011年1月場所では、東幕下15枚目で4勝3敗と、2005年3月場所以来となる幕下15枚目以内での、勝ち越しを果たした。5月技量審査場所で再び勝ち越しを決め、大相撲やお帳問題で、 多くの力士が引退した影響もあり、7月場所で重量に最小進した。所要39場所での最重量は史上最長記録となった。しかしその後は2場所連続で負け越して、11月場所では幕下に戻った。2012年1月場所に東幕下20枚目で3勝4敗と負け越したのを、最後に、 同年2月22日の日本相撲協会理事会において2月29日付で引退し年より春日山を襲名することが承認された。これにより協会理事に専念する雷に代わり春日山部屋の師匠となった。2012年3月場所からすでに部屋の指導を行っており3月12日に大阪府立体育会館にて正式に 引退記者会見を開いて13年の土俵生活への思いを述べ、今後は我慢強い力士を育てていきたいと抱負を語っている。断発式は同年9月28日に両国国技館の土俵上で行った。ところが2013年5月に浜西式が日本相撲協会に虚偽の紛失届を出して、証書の再発行申請をしたため、20代カスが 山古と岩永幸樹は少所所有を表明した。このため、同年7月に北の海理事長が再発行を取り消すという問題が発生した。また、同年10月、岩永所有の部屋施設の賃料未払い問題が明らかになった。岩永は未払いを続けている浜西式に対して部屋の看板を外すという抵抗も見せたという。 賃料訴訟2013年5月以降の賃料支払いと部屋施設からの退去を求めて岩永は浜西式を提訴し11月11日に第1回口頭弁論が予定された2014年3月14日訴訟の弁論準備で横浜地裁川崎支部は浜西式に対し和解に向けた条件をまとめることを指示し4月の次回に提出されることになった 岩永の代理人弁護士によると、少書引き渡しを前提とした賃料支払いを条件に盛り込む要裁判官が進めたという。同弁護士は、和解は難しいと思うが、次回で提示される案を持ち帰って検討すると話した。同年7月11日に、訴訟の弁論準備が横浜地裁川崎支部で行われ、双方が和解案を示した。 浜西式は別に軽争中の明石証書引き渡しを和解の第一条件とし、岩永は賃貸契約続行か立ち退きかにかかわらず、未払い分の賃料支払いを求めた。双方の案の隔たりが大きく和解は厳しい見通しとなっていたが、2015年6月17日に岩永との賃貸契約を同年9月末で解除することと、 浜西木川が岩永に対し2013年5月からの未払い分の賃料計1740万円を支払うことで和解が成立して賃料訴訟は決着した。同年9月28日に浜西木ら部屋関係者は退去し同じ川崎市内の別の場所に部屋を移転した。病石訴訟2013年11月浜西木は病石 春日さんの証書を不当に所有しているとして岩永と、その知人を提訴、同時に証書の仮差し押さえ申請も行った。この差し押さえ申請が認められ、同年12月16日に、浜西木代理人弁護士が執行官立ち会いのもと、岩永知人宅の金庫を開けたが証書はそこには保管されていなかった。証書の所在については、4日後の12月20日に、 行われた第一回口頭弁論で岩永の代理人弁護士が係争中につき証書を預かっていると述べている。日本相撲協会は2014年からの公益財団法人への移行に伴い、年寄り名跡を協会で一括管理するため、この2013年12月20日を期限に、年寄り全員に証書の提出を求めていた。しかし浜二は期限内に証書を提出できず、 協会は未提出者には厳しい処分を下す構えだった。その後2014年1月9日に、春日山については、継争を見守ると玉野井広報部副部長は話している。2016年4月19日、訴訟の口頭弁論中で岩永川は、浜西が2013年5月に行った、春日山の証書再発業手続きに関して、 日本相撲協会に調査を求めていることを明らかにした。同年8月2日、訴訟の判決が横浜地裁川崎支部で下された。判決は、ヘア継承の対価が1億8000万円は下らないとし、浜西樹が岩永に対し未払いの1億7160万円を支払うよう言い渡すものであった。浜西樹側は、判決内容を不服として、 東京高裁に控訴した。カスガ山部屋首相辞任とカスガ山部屋閉鎖日本相撲協会の職務では2016年5月場所からカスガ山部屋付きの高島に代わり、勝負審判に就任していたが、訴訟の影響で同年8月3日に夏巡業の審判から急遽、外された。この件について、カスガの広報部長は臨時的な処置。 目先の職務に就くべきではないと判断したと説明しており、9月場所前には、桐山と交代で審判部から正式に移動となった。そして同年10月12日、日本相撲協会は、臨時理事会において、浜西式に対して、春日山部屋の師匠を辞任するよう全会一致で勧告した。前述の地裁判決の影響や、 まった夏巡業の審判を外れた際に部屋での指導に専念するよう勧告を受けていたのに、教会の調査で9月の秋場所中に一度も部屋に向かわなかったことが判明し、浜西樹もこれを認めたため、教会が師匠としてお任せできないと判断したことによる。浜西樹が教会からの勧告に対し回答の猶予を求めたため、19日午前10時まで1週間の猶予期間が与えられた。 しかし浜錦が勧告を拒否した場合は、教会との人材育成業務の委託契約を解除すること、また勧告を承諾した場合でも、浜錦の現役時代の師匠を置いて風引きいる、置いて風部屋に対して、一時預かりとして、浜錦を含む部屋の力士らを受け入れてもらえるよう教会が調整することとなった。いずれにしても、新たに同部屋を継承する親方が現れない限り、 カスガ山部屋の閉鎖が決定的な情勢となった。同年10月19日、浜錦は自任韓国受諾する旨を相撲協会へ伝えた。同日付で本人と弟子の力士は伊勢ヶ浜一門の置いて風部屋へ移籍となり、カスガ山部屋は一時消滅となった。部屋の所属力士23人のうち、水口一万花城ら11人が、 辞任勧告撤回を求める嘆願書を講演会関係者らと共に協会に提出していたが、このことにより12人が引退届を提出した。日本相撲協会は12人の引退届を一旦、保留し10月中に個々と面談した上で結論を出すとしていたが、最終的に力士14人が引退を決意。同年12月23日に行われた集団断髪式で、 浜西式が師匠として、留めはさみを入れた。名跡訴訟2016年12月26日午前に、東京高裁で、春日さんの名跡証書をめぐる、訴訟の控訴審、第2回が行われたが、和解は成立せず、同日午後に行われた、年寄り総会で、書を入手できなければ、自分で親方を辞めると抗言。教会はこの日を最終期限とする方針であったが、 本人の意向を受け、控訴審の第3回が実施されるまで処分を猶予した。2017年1月16日、東京高裁で行われた控訴審第3回でも和解が成立しなかったため、日本相撲協会を退職した。このことに伴い、同年2月20日に原告と被告が双方の請求を取り下げ和解して、訴訟は終結した。 その和解から数週後の3月9日、岩長は死去した。相撲2012年5月号83ページ。ありがとうございます。